クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。さだのりです。今日はマイナスが神様によってプラスになった経験談パート2というテーマで私の体験をお話しします。今から約10年ほど前の冬のことですが、ある時父が体調疱疹になってしまいました。皮膚科に行きましたが治りが遅く、発疹は収まったものの、後遺症の神経痛がひどくて、 ペインクリニックで治療することになりました。私も付き添って一緒に病院に通っていましたが、父の様子を見ながら、だんだん高齢になっていくし、これからはもう教会のキャンプなど、泊まりかけで家を空けることは難しくなるな、もう参加できなくなるかもしれないな、と考えていました。春になっても治療が続いていましたが、5月頃、神様から父を 教会の夏の夏キャンプに誘いいいいいななさいという思ががけけ語りかけがありかあました私たちの教会では毎年夏と冬に長野県の白馬で2泊3日のキャンプを行っているのですが、それに誘えと言われたのです。私はとても無理だと思いました。なぜなら父は当時すでにクリスチャンになっていて洗礼も受けていましたが、 いろんなことがあって、教会から離れてしまい、教会や信仰に対して、とても悲観的になっていたからです。私が教会の行事に参加することにもいい顔をせず、その度にいつも険悪な状態になっていました。ですから、教会のキャンプに誘うなど、とんでもない、とても無理、と思いました。ですが、本当に神様が語っておられるなら、父を誘うことができるように、 父がキャンプに参加できるようにと祈り始めました。しばらくしたる時思い,つ思い切って父に白馬キャンプに行かないかと誘ってみたのですが、案の定速攻で断られてしまい、がっかりしてしまいました。ところがある日曜日のこと、新聞の日曜版に黒部ダムの特集が載っていたのですが、父は食い入るように読んでいました。 聞くと黒部ダムは父にとって思い入れのある場所だったそうなのですペインクリニックに通う中で父と話す時間も増え父がかつて仕事の関係で建設登場の黒部ダムを視察に行ったことがあることや今でもまた行きたいと思っていることなど話を聞くことができました実は白馬キャンプのオプションで黒部ダムに行くコースがあるのです 私には神様が父を誘うきっかけを与えておられるとように思えて、もう一度思い切って誘ってみました。その時は断られたのですが、その後、やっぱり一緒に白馬に行くということになったのです。教会の集会には出ないという前提で参加したのですが、黒部ダムに行ってとても楽しい時を過ごせた父は、皆さんに悪いから一回だけ集会に出る。 と言ってきたのですそれはちょうどゴスペルコンテストの決勝が行われて夜の集会でグランドチャンピオンの決勝戦が行われる時でした父はそこで聞いた J ・ゴスペルにとても感動して翌日の集会にも出席したのです神様が父の心を癒しておられましたこのキャンプに参加したことをきっかけに父は 日曜日、曜オンンラインで礼拝にに参加するようになりました。そしてその後も白馬キャンプに参加するようになり参加できない時でも快く送り出してくれるようになりました父が帯状ほう疹になってひどい後遺症に悩まされるというマイナスの状況が許されましたがそのことを通して父が教会のキャンプに参加するそれだけでなくオンライン礼拝にも参加するようになるという 思いがけないプラスの結果となりました神様に感謝します最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた